っちも全部閉まってますね。はあ、でも綺麗ね。こっちからね、眺めるだけでも立派ですよね。うん、眩しい。で、次だったらこのまままた地下鉄乗って京都駅の方にね行こうかなってところやけど、何してね、あと2時間ね、あとまあまあ10分前にはね集合しとくとしてもね、2時間近くありますから、じゃあね歩きましょう。うちはね、そうなったらやっぱ歩くのがねうちの使命というか、まあ、ちょうど時間つぶしにもなりますしね。ですから、まあ先にちょっと烏丸池のねあたりとか被るのは被ると思うけど、まあどんな感じになってるのかね、まあほぼほぼ南北烏丸通りのねメインのあたりになってくると思うんで、そのあたりをねずーっと歩いてちょっと時間つぶしとかなと思います。さあちょっと、あ、デイリー山崎もこんなんなんや。よいしょ、オッケー。ということで、上五郎前通りからさっきの蔵間ですね、京都蔵間。これもあれかな、民泊みたいな感じになっとるのかな。美しい能と書籍、何の店なの。能と書籍、どういうこと。ノート専門店なの、本屋さんではない感じか。いろいろあるね。で、ラーメン屋さんはやってなさそうやし、難しいのが距離が読めねえんだよな。前歩いた時は絶対な遠いはずやけどね。こんな辺りとかも見応えありますよね。なんか作りがやっぱし、いいね。ここは中学校か、私立中学校、烏丸中学校。すごいね。この辺もおしゃれな自転車屋さんもあるし、なかなか坂が多い街ですからね、京都も。自転車は大変かなとも思うけど、まあでも街中の方やったらそこまで山もないからいいのかな、で、寺の内通り、これは上五条町交番ってことで、歩いてくるとちょうどここら辺で、これがそうか、同志社か、ね、いや立派ですよね、赤レンガでね。そうですね、同志社大学烏丸キャンパス志向館。まあね、今日はねあれですけど、そう、同志社はね俺の友達でいないんだよな。立命とかはいるんだけどね、今日同志社は大体毎年行くやつはいるんですけど、私があんまり仲の良かったのでは行ったやついないよな、やっぱね、結局明治とかあっちの方に行っちゃいますもんね、うちらの方だとね。明治はいるんですね。まあ中京はね、自分が中京やったからいっぱいおるし、まあ、なんだか私が追ってたんで何とも言えないとこですけど。で、なんかお店があるようでそんなにないね。不思議な通りやね。商店街、商店がわーわーあるのかと思いきや、そうでもない中身なんやな。あ、でもこことかお茶安いの、100円でお茶とかあるし、ね、安いのもいいね。お食事どころとかあるのがあるけど、でもやっぱところどころにこうやって
古い建物とかもあるから。で、あ、こんなとこ中尾あんだ。これで上田中里通りね。あれであそこすっげえ混んでる。何？麺屋芥川。めっちゃ人気出とるやん。ちょっと気になるけどな、さっきとかあんま腹減ってないんだよな正直。でこの辺りも全部そうかな、同志社かな。すごいね、やっぱ広いですね。こっちがロースクールね、工科大学院とかある研究学科とか。これ後から作った建物のはずだけど、ちゃんとやっぱ赤レンガでこうやって作ってくるあたりが趣ありますよね。やっぱ重厚感があるよね、こうやって作ると。まああのうちの大学みたいにね、あの C のマークをかたどったね、あれで統一するっていうのも、あれはあれでね、あの一つ味もありますし、まあ、あそこはあそこでね、施設きれいになりましたからね。本当立派だね、すごいよな。でもやっぱ街中にあるのいいですよね。まああの言うたら宗教もね、まあ街中にもあるはあるんですけど、私のキャンバスはあのトヨタのキャンバスでしたからね。郊外の方のキャンパスだったりとかね、八幡のキャンパスはね、本当駅前、このまさに駅出たらそのままキャンパスっていうね、距離ながらこっちの校舎側の方にあったりしますからね。近いですけど、これで今出川駅ね、同志社大学前の今出川と。でここは薬局が併設されてんだ。ローソンね、ローソンの薬局併設って、まあ確かにあそこなんかにもあるね、公園、鶴間公園の近くにね、あったりするのがあるような感じですよね。で、その辺りはですから学生街っていうところなんでしょうね。その辺りの同志社エンタープライズ提携ってことで、やっぱ同志社大学の学生さんがそのお部屋探しするような場所とかね、まあそういう特化になってきますよね。あれは麺屋愛と、いろいろあるな。向こう側のでも商業施設とかある感じみたいだけどね。モスもあるんや。モスもいいな。パンダやっぱ目立つな。あれパンダなんとかってあれか、ウーバーイーツみたいなやつね、とか。横はこれは何だっけ、横は何だ、よいしょ、すごい綺麗やね、さらに。ここが御苑か。宮内庁の京都御苑ですね。中は入っていいのか。で、手に触らない、ってなってるから、撮影は大丈夫ね。カメラは回して大丈夫そうね。せっかくなんでちょっと見ていきましょう。いやいやいや。